チャット GPT 大谷翔平の50本50盗塁に MVP、個人タイトルの確率がこんな感じやで。9、大谷翔平が2024年に達成する以下の項目の確率をパーセントで予想して教えてください。50本50盗塁達成リーグ MVP 首位打者本塁打大打点王。以下は、大谷翔平が2024年シーズンに達成する可能性がある項目について、予測した達成確率です。1、50本塁打50盗塁達成確率70大谷は現在46本塁打、46盗塁を記録しており、残り試合数を考慮すると、50-50の達成は非常に近づいています。ここまでのペースと健康を維持できれば、両方の記録を突破する可能性は十分にあります。過去に誰も成し遂げたことのない偉業であるため、難易度は高いですが、彼の現在のパフォーマンスなら70の確率で達成できると予測します。2、リーグ MVP 確率95、大谷は今シーズンも MVP レースの最有力候補です。圧倒的な打撃成績と盗塁数、さらにチームへの影響力を考慮すると、他の選手と比べても大きなリードを保っています。健康が維持され、特に打撃のペースが続く限り、MVP 受賞はほぼ確実でしょう。チャット GPT って最新の情報も反映されてんの？事前に大谷の今シーズンの成績を読み込ませてるからいけるで。3、首位打者確率20大谷の打率は、291で、リーグ首位打者になるにはさらに上げる必要があります。首位打者争いでは、320以上が目安となるため、現在のペースのままでの達成は難しいかもしれません。ただ、今後の数週間で打率を上げることができれば、可能性が高まります。4、本塁打王確率90-46本塁打は本塁打王争いでトップクラスの数字です。今後もホームランを量産できれば、本塁打王のタイトル獲得は十分に現実的です。他の強打者の追い上げもありますが、ペースを維持できれば90の確率で達成できると考えます。5、打点王確率45、大谷は現在101打点であり、打点王争いにおいても上位に位置しています。しかし、打点王はチームメイトの出塁状況や打順の影響も大きいため、他の候補選手に比べて確率はやや低めです。それでも、彼の強力なバッティングを維持すれば、打点王の可能性も十分にあります。リンドア MVP 派の皆さんは今どんな感じですか？もうアンチに担ぎ上げられてんのかリンドア、終わりが近いな。思ったよりありそうな数字で草。打点王が50いかないのは意外やったけど、まあ確かに全く確定ってわけじゃないからな。DH でリーグ MVP 取る方が難易度高いけどな、誰も取ったことないから。すでに MVP 投票権ある記者たちの模擬投票でずっと最多票で1位をキープしてるから、すでにもう問題じゃない気がする。なんでトップなのに打点王こんなに低いんや。一番打者であったり得点圏での成績とかをいろいろ考慮した結果やと思う。良くも悪くもネット上の意見しか学べないわけだし。首位打者は20もないでしょ。アラエスが2週間で率3分ぐらい上げたからまだわからんで。MVP 率95やけどそんなに王が他より高いんか。R57.21F56.82 や。一番打者の打点は難しいわな、そや。50-50達成できたら打順3、4番に下げて打点王も狙えるようにしてほしいな。